ここからは予報センターの内藤さんと関東の午後のお天気についてお伝えします。現在の関東の様子いかがでしょうか。はい、関東はですね、朝から雲の多い状態続いていたんですけれども、はい、現在、上空の気圧の谷が一つ抜けて、目先は少し晴れ間が戻ってきています。はい、はい、気象衛星ひまわりの映像を見ていきましょう。気象衛星ひまわりの状況です。関東の南西の海上、ちょうど静岡の南の海上にですね、風と風がぶつかっているラインがあります。ここを局地的な前線として、雲が静岡から甲信、そして関東エリアに、広がっていたような状況です。はい、海上のこの前線付近には雨雲もあるんですけれども、次第に、この時間になって関東東部では少し、雲の隙間が見えてきているという状況ですね。はい、皆さんからいただいている10分天気の実況報告で見ましても、直近1時間のところでは千葉県などを中心に晴れの報告が増えてきました。山沿いでポツポツパラパラしていた弱い雨もですね、現在は一旦隙間が出てきているという状況になっています。はい、はい、この方面の降水の予想なんですけれども、日中に関してはおおむね、晴れからまた次第に雲が広がってくるという程度で、経過しそうです。はい、まずこれから午後3時ぐらいにかけてはやや晴れ間の出るところもあります。で、午後3時以降についてはまた山沿いの方から少し弱い雨の可能性が広がってきます。関東北部や西部の山沿い、そして夜遅くなってきますと伊豆半島ですとか房総半島の南部沿岸の方でも少し弱い雨の降りやすい状況になってきます。ということで夕方以降外出される予定のある皆さん、お帰りが遅くなる場合には念のため折りたたみの傘があると良さそうです。こちらの方は空の変化に気をつけて念のため折りたたみ傘をお持ちください。以上、関東の天気についてお伝えしました。